梅原はい、梅原城です。こ,<の>こんばんは、こんばんは翔平です。この曲もなんか。 ね、もう40回目、はい、まあ何十回目からこの曲だったのかって覚えてないですけ <laughs> だいぶ聞き慣れてきましたよね。そうです。もう40回ですよ。もうほぼ1年、ラジオされてますよね。ね松浦さんが作,め作ったラジオが40回目ですよ。はい、そして40回目にして、ついに、ついにおめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、ついに。<laughs> CPT オンライン2020優勝、おめでとうございます。いやー、自分もあの生で。 ずっと見てたんですけどめちゃくちゃ面白かったですね。あ<ー><う>、まあ、そうまあ大会なかったですからね、最近ね。っていうのもあって、はい、うんしかも、ルーザーズに最後行って、で、一回負けて、また勝ったじゃないですか。あの辺とかも見てる方としては、あ<ー>うわー頑張れみたいな。<laughs> 多分なんですけど、<laughs> ごいはい、俺ルーザー、あのね、ウィナーズって、ウィナーズファイナルに残ってる状態って、 っていうのは今までにも何回かあったんですけど、はいえとね、ウィナーズファイナルで1回負けてから勝ったって、はい、俺ね、多分2009年のエボ以来なかったんじゃないかなと思うんですよね。お<ー>だから負けちゃうか、はい、ウィナーズにいるんだけど負けちゃうか、はい、そのまま勝つか、勝っちゃうか。そう、<ー> 1>, 1回負けてやり返してっていうのは、なんかすげえ久しぶりだった気がしますね。あっ、すごい。ガチ君との試合だったか。でもまあとにかく あんまり、うん、そ,そのうんの気持ちの切り替えって実際どうだったんですかもうあっさり切り替えれるものなのか。ああでももともと一番分が悪そうだなって思ってたのがフードだったんで、はい、うんまあリセ,ッうんなんかリセットぐらいまではもう,ともう想定内っていうかいややっぱあのーまあ、このラジオを始めてから一番 あのまあ、僕にとってですけど、はい、あの大きい大会だってああそうです、ねまあ、もうなんていうんですかね、身内のように応援するというか、今までと違うぐらいの熱の入れようというか、まあまあ、なんか地域球団みたいな感じで、<laughs> 阪神を応援するかのことも応援する、やっぱり面白いですね、なんか格闘ゲームの対戦をこうみんなで見て、盛り上がるなと思って、うん、興奮するなと。うん すごいもう見終わった後なんていうか、脱力感というか、見てる方も、ね、結構集中力使いますからね、はい、見てる方もね。使いますね、うん、すごい神経がピリピリした感じになりますね、あれは。そうなんですよ。いや、面白かったなと。しかも、進行がすごいスムーズでしたよね、そうですね。<の>大会運営ももう、はい、あの慣れてきてるんで、はいうん、やっぱり公式がやるときはあんまりぐだ断ないですよね、もうね。まあ、なんかその 司会の方も言ってたんですけど、うん、海外でやる時に比べて、皆さんの待ち時間が全然ないと、うん、試合と試合の間のなるほどもうサクサクどんどん次行くみたいなのを言ってて、うん、それが見てる方も見やすいなと思って、はいはい、非常にあ面白かったなっていうとこで。で、まあ、ちょっと軽く1、2問質問させてもらう、まあ、細かい話は昨日の振り返り配信を見ていただければと思うんですけど、はいはい なんか今回のその番組ってあの優勝インタビューがなかったんではいあのどんな感じだったんだろう <laughs> すごいすごい興奮してたのかそれとも疲れたみたいな感じだった<ー><と>いやでもなんか正直あのああいうトーナメント形式の大会ってはいあのねやっぱなんか自分はあんま得意じゃないっていうふうに思っててはいだからうん最近すごいそのラウンジとかやってての試合い オンライン対戦の勝率がすごい高かったんで、これだけ勝率高ければ、もしかして、今回の大会、結構いけんじゃないかなっていう期待はあったんですけど、それ、事前からおっしゃってましたよね、そうですね、まあ、勝率高いから、はい、うーん、どうなんだろうなって、ただまあ、言うてもトーナメントに先に、試行回数少ないし、自分もそんなにトーナメント得意だと思ってないんで、はい、うん、まあ、ちょっと厳しい。 っていうかまあ優勝までは考えれなかったですよねうん誰がじゃあ優勝するのって言われると逆に困っちゃうんですけど、はい、まあでもその中の一人が自分っていうところまでは思わなかったですね、はい、ただそのコロナのこの自粛でオンラインでの対戦がすごいメインだったんで普段その見てる対戦見てる人たちから見て違和感ない試合しよう ってていうことだけけ心がけてましたねうなそういうことを考えてるんですね。やっぱなんかこう、ど普段ど,のどれぐらいのプレーでどれぐらいの勝率かっていうのをみんな知ってるんで、はい、なんかそこでガクッと崩れちゃったりするところは見せちゃいけないなっていうことだけ意識してましたね。えー、いつも通りやって、ダメだったら、まあ、はい、実力不足なんだな、また練習しようっていう感覚だっただでしたね。 手前味噌の話で僕もあの剣道をやってたときに、うん、いつも通りやるほど難しいものはないなと僕とかどっちかというと緊張する方なので、はい、まあ普段の3割ぐらいしか出てないみたいな、うん、みたいなんですけどそ,それってなんか落ち着いてやる上で何かあったりするんですかこういうできはできない最近トレモンを、まあ、配信はしなくなっちゃったんですけどトレモンは毎日欠かさずやってて。 はい、でその取れ物精度が高い時と低い時っていうのがあったんですねまだその不慣れな時に、うんはい、でどういう時に不慣れになっちゃうのかなって考えるとやっぱなんか意識がどっかに向いてると成功率が下がるんですよ、はい、例えばあのこの技だけは絶対返そうってやりながら取れもすると、はい、逆にミスが増えちゃったりとか、はいえー、あとは気がかりなことがあったりすると、うん うん、精度が低かったりして、あなんか、で、どういう時に一番あの成功率が高いかっていうと、何も考えてないときなんですよ。あの、集中できてるってことですかまあ、そういうことなんでしょうね。<だ>何も考えないで、何にも意識しないで、こう、本当にフラットな状態でやってるときが一番成功率が高くて、はいはいで、それは自分にとって発見だったんですよ。あなんか何も考えてないときの、こういうの成功率高いんだなって思って、<laughs> でどうすれば、じゃあそういうふうになれるのかなって考えたときに、まあ、 よくある話かもしれないですけど、はい、あ、結構やっぱ深呼吸っていうか、こう、呼吸をきっちりリズム整えると、はい。なんかね、やっぱ集中、ちょっとずつしていくんですよね。そう、そうやっぱ自分でも実感するんですかは<う>いし。します、します、します。へーそう。あ、なんか集中し始めたなっていう感じで、ね、で、それで集中し始めると成功率バン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 上がっていくんで、まあ、これが、でも逆に言うと、その、ああいうトレーニングモードを続けてるとわかることが、 はい、あの気合い入れても別に成功率って上がらないんですよね。うん、ああ、これ、うん、空回りしちゃいますよね。うん、意,味が意味がなくて、目,目かっぴらいたりとか、う、はい、おー、やるぞってやったりとか、<laughs> なんか俺今集中してるぞとかって思いながらやっても、成功率って全く上がんなくて、むしろ成功率下がるんですよね。その話を剣道してる時きの自分に聞かせたいぐらい全く失敗パターンをやってますそうだからあ結局その今のののの自分の実力以上のものって っていうのは自分の気持ち一つでは出せないんだなっていうことをなんか再認識させられてだから今回の大会はもう本当にいつも通りやってダメだったらもう実力不足ってもう割り切ろうっていう気持ちでしたねだからそういう意味ではなんか落ち着いてやれたのかなっていう気はします。あとなんかあのこのコロナでまあ配信することが増えて、うん、まあ自分の中でちょっと強くなってる実感がある。 <今>はいありますねその年になっても成長して実感があるって言って、うん、なんかその試合の中で、ここが一番成果出たなみたいな場面ってありました、あのー、これ今まで言うと違うないつも通りやろう、いつも通りやろうっていうことを心がけてはいたんですけど、はい、やっぱ自然とヒートアップして,きたしてきちゃってるんでしょうね、なんか体温とかすごい高くなっちゃってて、これは初めて知ったんですけど、その大会中に自分の体温が高くなってるっていうのは。はいはい なんで、いつも通りやろう、いつも通りやろうって心がけてたんですけど、気がついたら、はい、いつもやんないこととか、狙わないことができ,できてましたね。自然といつも以上の力が出てたとは思いますね。えー、なるほど。うん、逆にプラスアルファが出てくるってことですね。そうですね。自分としては、まあ、いつもの力が100としたら、80、90出そうっていう意識だったんですけど、はい。途中途中はもう 100超えて、絶対超えてたなと思いますね。これは多分通常時は絶対できないよなって思う<ー>プレイを結構したと思うんで。いやー、まあ途中なんか負ける気がしないみたいな見てる方ですよ。見てる方の感想として、すげえなーみたいな。うん、今日はなんか全然か今日勝つんじゃないかみたいな勝手な自信を持った方しいい人だった。そうですね。フードが来なければ今日はいけるかなみたいな感じで思ってたんですけど。 うんうん、そしたらまあフードが来て、ああ、一番嫌な相手来たなっていう感じでした、ね、フードさんも結構、ピンチの連続を乗り越えて、上がってきてました、ね、そうですね、まあ、強かったっでち,ちなみにあの昨日の,その配信で熱が出るっていう話だったんですけど、はい、あれ、終わったらさーって引くもんなんですか。えーっと,とは引かないんですけど、まず汗が吹き出ます。 パ汗がブワッて出始めて終わると。で、体温は徐々に下がっていきますね。うん、だから、次の日朝起きたらもう36度とかですから。うん、うん。本当に大会中だけです。ちなみに昨日とかやっぱり疲労がコンパイみたいな。いや、でも勝てたんで、はいあのー、そういう感覚はなかったですね。うん,うん。全然元気でした勝て。勝てたからだと思いますけど。いやー、すごかった。 いや面白いいものありがとうございましたも次が、えー、カップコンカップが2021年春とのことでもうこれはもう朝5時だろうが3時だろうが、うん、応援したいなとそうですねただ今回はあのサインまあちょっと昨のの振り返りでも言ったんですけど、はい、やっぱり環境良かったなと思いますねあのこれはあのだからやめてくれって話じゃないんですけどやっぱサイン攻めとかが基本なんで海外そうとか写真撮ってくれとかそれ試合の合間でも全然。はい でで来るん,でうーんやっぱり集中しづらい環境ではあるんですよね。そこはやっぱ日本のファまあ僕とかも分かんないですけど結構やっぱそんな途中に来るんですね試合の。<laughs> 来ますね。あの <laughs> やっぱりそんな別にスポーツまあ見てる人たちっていうのはそこまでね格闘ゲームに対してこうスポーツ的な感覚ってないと思うしこっちがどのぐらいその集中してやってるかっていうことも。 そんな想像もしてないだろうし別にそれは全然来てもらっては構わないですよ。うん、全然これからも全然構わないんですけど、うん、ただ、はい、ないとやっぱり集中しやすいなと思いました、うん、正直、うん、自分のベストな環境でやれるんでるそこはもしかすると勝因の一つなのかもしれないなっていう気はしましたね。うんうん。わ、うん、かりました。まあ過去あのー CPT の話はこれぐらいで、はい、今日もメールテーマがあると思ううですの、ね、で、はい、またここからはお一人でちょっとお話をしていただければ<あ>と思いますのでよろしくお願いしますはいよし。すごいですね。翔平さんと話してたけどビッツが飛び交ってますね。ビッツというかなんだこれはこれ、ね。ありがとうございますちょっと。ラジオ中なんでそれを読み上げれないですけどねみ。見えてます。見えてますんで。ありがとうございます。 えっと、今日はですね、最初に、えっ、ー、と、テーマ、募集したテーマで、あのー、ちょっと話していきましょう。えっ、ー、と、雨の日のエピソードでしたよね。で、えっ、ー、と、じゃあ、貧乏だるまさん。貧乏だるまさん。えっ、ー、とね、梅原さん、翔平さん、こんばんは。 えー、話が少し違うかもしれませんが、私は何年経っても傘の上位互換が世に出てこないことが不思議でしょうがありません。<laughs> えー、私は割と背丈がある方なので、雨の日に傘を差しても下半身がほぼ、えー、確実に濡れてしまいます。梅原さんは雨の日に極力濡れないで外を歩くコツなどありますかっていう話で、俺も、なんだろう。まあなんだ。えー、これね、実を言うと、 えー、傘の上位互換が出てこないっていうのは、えー、結構子どもの頃からよく言ってて、あのー、友達とかでも「なんで傘って上位なんで傘ってこの形なの?」みたいな「ずっとこれじゃん」みたいな「もういい加減もっといいのないの」ってしかもなんかガバガバじゃねえみたいなその雨なんか風が吹きゃね、あのー、足濡れるしなんかもっともっといいのないのって、ね、ここだけ進歩止まってねって。 っていうのはすごい俺も前々から思ってたんだけどあのこの話ってあのこれ俺がね子供の時にあのうちの親父にこの話をしたら傘ってもう江戸時代ぐらいからもう形変わってないとあの昔からその傘の原型はあって江戸時代ぐらいから変わってなくてで未だにこれだもんなーっていう話でその時に あの、ちなみが、なんて言ったかっていうと、江戸時代の人たちすごくねっつったんだよね。あの、なんで傘っていつまで経ってもこの形なんだよっていう感覚で俺はいたの。つまりちょっとこうネガティブに捉えてたんだけど、そうじゃなくて、いや、江戸時代すごくねっていう話をされて、あ、すごくいい捉え方だなと思ったの、それを聞いてね。うん。あの、 今がダメなんじゃなくて今がダメって話をするんじゃなくて江戸時代すごくないっていう話をされてそっちの方が話としてなんか広がりが出るんだなって思ったの俺はだからそこで何で傘っていつまでたってもこれなんだよって言ったけどそうじゃなくて江戸時代すごいよねって話をした方が話も続くしそうあなんかこう話を広げるとかその話をしてて楽しい人って多分こういう発想する人なんだなって思って うん、っていう、なんかエピソードを思い出したね、この傘の雨の日の話はね。うん。そう。っていう感じかな、このハガキに対しては。そうそうそう。結構でもこういうことってあるよね、なんか。その、なんか出来事があった時に、だからダメだよね、とかいう話じゃなくて、 ちょっと待って、逆に何々すごくねっていう話になった方が、絶対面白いもんね、話って。うん。まあ、実際それができてるかっていうとできてないんだけど、うん、ただそういう癖がついてた方が、人生楽しそうだなと思う。うん。かなあとはねじゃあもう一個だけ。 読みますかえー、じゃ、ノンフライさん。えー、梅原さん、昌平さん、マイクラ実況、いつもチェックしてます。えー、食わず嫌いで避けていましたが、売れてる作品というのはよくわかりましたと。で、テーマ、えー、雨の日の思い出。えー、梅原さんは仕事以外で外出予定がある日に、雨が降ったら出かけますか私の周りがほぼ遊びの約束をしていても、雨が降ると、途端に参加率が下がります。なぜそうなるか気持ちがわからず、 傘をさせばいいのにといつも思います。程度によりますが、梅原さんは天気によって予定を変えたりしますかという話で、えー、あの、結論から言うと、俺も雨の日に外出するのはすんごい嫌いですね。例えば、あの、やることが決まってて、それが室内とかだったら全然よくて、例えば、えー、じゃあ今日みんなで麻雀しようよっていう時に大雨が降ってても全く気にならないのね。 っていうのはもう一回雀荘入ったらもう出ないから。うん。でも、なんか買い物しようとか、うん、そう、なんか映画見ようとかって言われるとえ、え映画見てる最中いいけど終わった後雨だし、みたいな。買い物とかも、外歩くのに、ねえ、みたいな。で、傘をさして歩くっていうのがすんげえ嫌いなの、俺。めっちゃ嫌いで。 なんでかっていうと、手に持つのもやだ。めんどくさいっていうのはあるんだけど、あの、刺してる時に人と人がこう、連れ違う時とかに、まあこれ東京だけかもしんないけど、なんかちょっとこう、気を使ってこう歩かなきゃいけなかったりとかして、めんどくせえなっていう。うん。めんどくせえな、この、なんでみんなでこの、上空で幅取ってんの上空じゃねえけど、なんかそのちょっと上の方で幅取ってんだよっていうさ、それが超めんどくさくて。だから俺は雨の日は、 そそ室内で長時間遊ぶっていう予定じゃない限りはやめねっていう、は <laughs> ノンフライさんの友達と一緒。そう。で、えっと、ただ、反対に、室内で遊んでるときは雨降っててくれてた方が好きなの。で、これなんでかっていうと、俺ね、昔、あの、学童保育とかで結構その、 うちの親両方とも働いてたから、いわゆる鍵っ子で学童保育とか行ってて、あの、とか、あと、うちが結構たまり場になったりとかしたから、それから来てる、あの、原因は多分そこから来てるんだけど、長く遊んでたいわけ。親、帰っても親がいなかったりするから、長く遊んでたいわけさ。で、あの、でもみんな帰っちゃうでしょみんなが帰っちゃうっていうのはすごい寂しくて、雨の日だと、みんなが帰る、 もう遅くなるのよ。雨だし、ちょっともうちょっと室内にいるか、みたいな感じになって。そう。それがね、すごい好きであ。雨の日はなんかみんな長く遊んでくれるみたいな。そう。だから、それの上位互換が雪で、雪の日の室内とか、すごいワクワクした。あ、今日みんなが帰りづらいぞ、みたいな。そう。今日はみんなが帰りづらいから、なんか嬉しいな、っていうのが雨の日とか雪の日に対しては、 あるから、外での嫌だけど、あの、室内にいるときは雨降ったりするのは好き。むしろ好き。そう。っていう感じかな。雨の日の早書きはでもこんなもんかな、う。ん ですかねじゃあ次は普通お便り行きますか。あの、なんだろう。もしかすると時間が余っちゃうかもしれないんで、もしあの余裕があったら、翔平さんあのコメント見といてください。そっからコメント拾っておいてください。じゃあ次、普通お便り行きます。えー、っとね。えー、と。 じゃあ、AY さんかな ?AY さん。いつもラジオ楽しく聞いてます。いきなりですが、質問です。私はポケモン,ポケモン勢なのですが、ランクマに潜るとみんな同じポケモンを使っていて、えー、みんな同じ技構成、みんな同じ持ち物で対戦しており、正直言ってまたこれ、と思ってしまいます。私は弱くても好きなマイナーポケモン、えー、俗に言う中ポケっていうのかな で、自分で考えた型のポケモンを使って勝ちたいのです。A がきついなら B を使えばいいとアドバイスを受けるのですが、えー、その B も結局強いポケモンなので、使う気がなくなってしまいます。強いポケモンで勝ちに行くのは当たり前で、そこを悪くは言いたくないのですが、最近負けまくって疲れてきています。何かモチ,ボモチベーションの上げ方や考え方を教えていただきたいです。やはり強いキャラを使わなければ対戦ゲームでは勝てないのでしょうか よろししくお願いしますあのこれね、俺、すげえ気持ちわかるんっていうのはねあの、ハースストーンやってた時に最初に、全く攻略とかも見ないで、デッキとかも全くその、当てにしないその攻略とか見ないで自分で作ってたんですよ。で、えー、っと、カードもレジェンドとか全然持ってなくて、でそれでひたすらランクも見たのやしたんだけど、 まあ全然勝てない。勝率5%あったかなってぐらい。全く勝てない。っていうのは、そうそろレジェンドもないし、そもそもデッキもね、あの、知らないからさ、その、洗練されたデッキとかと当たった時に勝てるわけなくて。で、うーん、なんとかして自分の考えたデッキで勝ちたいなと思ってやってたんだけど、まあ勝てなかった。っていうのは、あの、 やっぱああいうカードゲームとか、ポケモンってアクション要素ないよね。いわゆるそういうターン性のゲームなんじゃない俺はやったことないからわかんないんだけど。どうなのアクションないよね。で、アクション要素、俺ね、格闘ゲームが好きだった理由の一つに、アクションゲームだからこそ起こるキャラさを覆す。 っていうのがあるじゃん。例えばその力屋さんが残ギでダルシムに勝つとかガイルに勝つっていうのは、あれはアクションゲームだからできることであって、あの、ターン性って要するに紛れとかミスがすごい減るわけじゃない。アクションゲームに比べて。その心理的な圧をかけるとかっていうのもちょっと難しいと思うし、やっぱ正解が誰の目にも分かりやすいような気がするのね。まあ、将棋とかね、あそころ、ああいうめちゃくちゃ複雑な世界に入ってったらまた違うかもしれないけど、やっぱゲームの、カードゲームとかって、 そこまで選択肢多くない状況が多いと思うから。そうすると、それはキャラパワー覆すの無理よね <laughs>。うん。無理よねっていう話で。あの、ここがね、勝負事の、なんていうか面白いところでもあり、うーん、まあ、無情というか、ちょっと残念だなと思うとかあんだけど、やっぱね、勝ちと負けしかないのよね。 例えば、えっと、絵を描くとか料理を作るっていうのは別に勝ち負けないじゃん。だから、私はこの絵が好き。ね。先生大学の絵好きだなって言われたのもあったけど、絵が、この絵好きだな。上手なのはこっちかもしれないけど、私はこの絵が好きだなとか、ご飯も私はこれが好きだなって、好みが入り込む余地があったり。 だからもしかしたら人から見たら、わ、私 AY さんのポケモンのプレイ好きだなっていうことあるかもしんないけど、勝負のことってのはそこはね、まあ、あんま相手にされないよね。てか、そういう曖昧なものを排除し,しようぜっていうのがそもそも勝負事だから、うん。好きとかよくねみたいな。勝ち負けしようみたいな。だから、そこになんかこう芸術性 だったらちょっと、まあ、気取りすぎかもしれないけど、とか、個性とか、自分の主張とかが入り込む余地がある格闘ゲームは、そっちは特殊で、普通はやっぱ厳密にガッチガチに、セオリー通りに動かないと、多くの勝負事っていうのは、勝てないし、そもそも相手にされないっていうか、その、効率がいいということが、多分勝負の世界では美しいから、うん。だから、 好みを入れたいんだったら、勝負、勝負とはやめた方がいいと思うね。それこそ、マイクラ今やってるけど、マイクラやるとか、なんかその、勝った負けたのみで判断されない世界だったら、うん、なんかもうちょっと、うん、楽しめるのかなっていう気がする。勝負事はね、やっぱね、効率悪いけど、僕これ好きなんですって許されないんだよね。あの、例えば、 ガイルで、画面端で、ジャンプ台パン、立ち台パン、しゃがみ中パン、ソニック、ガイル、ハ、は、イ、い、サマーってコンボがあって。で、ゲージがない時って、もう、あれ以外のコンボは、ないのよ。ないのと一緒なのよ。それ以外の選択肢は許されてなくて、ジャンプ台パン、立ち中パン、えー、しゃがみ中パン、サマーの方が見た目かっこいいから、僕これ使うんですよね、みたいな。何言ってんの、お前って話になっちゃうわけ。いや、そうじゃ、そういうゲームじゃねえからっていう、その、好きとかじゃねえからっていう、そこじゃないから個性出すの、みたいな。 うん、あの昔はね、でもね、そのレベルの主張ってあったのよ。格闘ゲームのレベルがまだ低い頃は、俺はこのコンボ好きだからこのコンボ使うんだみたいなやつとか結構いて。当時俺、中学生だったけど、いや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 、何言ってんのこいつみたいな。<laughs> ダメージ低い方のコンボ選んで、俺このコンボ好きなんだよってバカなんじゃないのと思ってたけど、あの、やっぱね、勝負の世界ってそうなのよ。好きとかじゃねえからっていう。<laughs> うん、で、あの、 多分ね、その、俺もだから結局、えっ、ー、と、ハスストーンとかで、同じことしてた人間だから気持ちはわかるんだけど、多分、そのカードゲームガチ勢の人からすると、この AY さんのプレイっていうのは、いやー自分やっぱ、ガイルのコンボはサマーよりソニックが好きなんですよねって言ってるみたいな。いやいやいや、ダウン取れよ、ダメージだけサマー使えよみたいな。そっからじゃんみたいなで。そっからでもさ、そっからでも別に対戦ってあるし。 そっから先も個性出るからさ。うん。コンボがソニックかコンボがサマーかだけで別にその、なんかガイルの全てが決まるわけじゃないから。ま、コンボはサマーにしようみたいな。とりあえずコンボはサマーにしとこうみたいな。うん。そっからが個性の、そっから先を個性と呼ぼうよっていう。多分そういう世界だと思うから。あの、メーカーが用意してるキャラクター、いろんなポケモンを使いていっていうのは、ま、めっちゃわかるけど、うん、現実問題としてやっぱ、 相手にそれが伝わんないとなんか寂しいよねっていう。勝負事ってやっぱコミュニケーションだから、一人よがりになっちゃうと、うん、結局なんか相手にとって対戦して楽しくない相手ってことにな,なりかねないから、うん、やっん、なんていうかその、やっぱその、その世界のルールにある程度従うというか、うん、のがいいんじゃないかなっていう、ふうに思いますわ。うん。もしくはそういう、あの、 色を出したいんだったら、まあ、格闘ゲームやることをお勧すすめしますね。格闘ゲームはキャラサーを一応覆せるゲームなんで。うん。ですかね。えー。じゃあ、森野さん。今までやらかした恥ずかしいことって何かありますか ちなみに私は他人の車に乗り込んでしまって恥ずかしい思いをしたことがあります。弟の待ち合わせ、弟の待ち合わせ場所に、弟の車が止まっていたのでお待たせへと乗り込んだら、運転席に座っていたチャラいお兄さんに絶叫されてしまいました。あのね、これ、あの、なんでこのハガキを読んだかっていうと、全く同じことを俺やっちゃったことがあって、で、えっとね、忘れもしない赤羽だったんですけど、 赤羽で、うちの家が車で迎えに来てる、と思ってたの。割と夜遅くにね。で、普通に、あのうちの家に、もう親、うちの家だと思ってるから、バンって開けて、黙って乗り込んだの。したら、おっさん、おっさんが、もうね、めちゃくちゃもう、あの、目を見開く、 っていうのはこういうことなんだなっていうぐらい、うわーって顔して、な,なんだよっつって、俺、うわーって突き落とされたの。その、車から。で、俺も、あ,あ、まあ、まあまあ、俺が悪いなっていうか。でね、これ、なんでおっさんそんなに目を見開いて、そんな行動出たかっていうと、ちょうどそのね、俺がそれをやらかした、 日の、一日前か二日前ぐらい。一日前か二日前ぐらいにニュースで、ニュースでね、車に乗り込んできたやつに刺されて金品強奪されたっていうニュースが流れてたの。これガチ。むちゃくちゃタイムリーな、だったの。普通に結構ニュースで流れてて、あの突然、 あのー、若い男が、あのー、今でもね、もしかしたら検索されば出るかもしれないけど、車に乗りこ、助手席に乗り込んできて、で、金品強奪したみたいななんかニュースが流れてて、そのタイミングで、若い男、俺、<laughs> 深夜、無言で乗り込む。いや、それは追い出されるよね。それは追い出されますよ。でマジで申し訳ないことしたなと思って。わ、これは怖かっただろうなと思って。 っていうことがありましたよっていう話ですあれはマジですかったなおっさんの顔マジで命の危険感じたんだろうね、うん、でもだったら助手席開けとくなよと思ったけどねですえー えっとですね。で、普通タこれがラストかな。普通タ最後にしようかな。カズロックさん。梅原さん、こんにちは。いつも配信、楽しく拝見しています。CPT オンライン優勝名めでとうございます。17歳で日本一になり、39歳の今、また日本一になるという異業。年を重ねても、なお進化していける梅原大夫をこれからも応援していきたいと思っています。私は美容師を始めて20年目になります。あっ そうなんだ20年経った今でも難しく思うのが接客です。積極的に会話を楽しみたい方、じっと目を閉じ、静、え、じ、ー、中,中かな、まあ、黙ったままの方など、えー、様々かな様々で、えー、お客様の好みに合わせ接客をしようと心がけていますが、なかなか難しいです。そこで梅原さんに質問なのですが、梅原さんの思う。 好きな接客、嫌いな接客です。病室での接客に限らず、今まで経験した接客で、感動したエピソードやムカついたこと、こういう接客が好きだ、など、梅原さんのお話を伺えると幸いです。よろしくお願いします。いやー、これむずいよね。もうセン万別でしょ正直。でも、結論から言うと、 話しかけてくるんだと思う。これ結論。あのね、大抵の場,場合に関して、あの、いやもう別に話したくないよっていう。うん。いや、だ、誰誰なんていう。あのさ、いや、利害関係、あの、でもね、まだね、そのね、美容師の話しかけはまだいいんだけど、さ、服屋とかさ、食い物屋とかでさ、なんかやたら話しかけてくるやついるじゃん。 何なのそれ。で、あの、損得がないならいいよ、そこの、ここに。全くその話しかけが、もう善意で、例えばじゃあ、外歩いてて、天気がいい日に、こんにちは、とか、おはようございます、つって、今日いい天気ですね、っていう話しかけならいいよ。俺も気分がいいよ。今日天気いいっすね、つって、う。ん あじゃあ、じゃあ、じゃさよなら、みたいなさ、お互い犬の散歩なんかしてる時に会、あって、今日天気いいですね、とかいう会話はいいよ。利害関係とかないし、損得ないから。でも、そうじゃないじゃん。その、服屋とか、食い物屋の、話しかけって。で、俺、これ、あの、マジであの、服屋の話しかけは、ほんとに切れそうなんだけど、それを貸し上げに言ったら、あの、 いやーわかるんだけど、もう話しかけた方が売上が良くなるっていうのがもうはっきりデータに出てるらしくて。うん。はっきりもうデータに出てんだって。うん。そう。話しかけられるのってうざいじゃん。話しかけられるのってうざいでしょ。でも、話しかけるやつの方が売り上げいいんだって。やっぱり。うん。そう。だから、うざがられるのわかるんだけど、やるんだと。 確かに推しに弱い人いるからさ。で、それでついつい顔着なかったに買っちゃうとかあるけど。でもあれさ、ちょっと興味持ってさ、服屋さ、んつって見た時にさ、ススススってさ、エンカウントしてきてさ、バトル始めようとするんじゃん、向こう。いや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 。いや、もうちょい泳がせよ。入り口、うん、んって見ただけで、ススススって来られたらさ、逃げるから。めんどくせえ。ほんとに。 あれは本当だから話しかけるのが正解っていうけどそれはある程度興味を持って店内物色し始めたタイミングで話しかけるのがベストなんであってまだどうしようかなって思ってる段階で来られたら逃げるよ。うん。それは逃げるよ。でしょあと分かるんですよ。気持ちは分かるんですけど食い物屋の外に立っててあの呼び込みしてちょっとその 黒板のメニューとか見たときにガチャっつって、あ、今入れますよみたいな感じで言ってくんのも、あれも愚行愚の骨頂。いや、あ、はい。もううまくないんだなって思っちゃう。その時点で。あ、ここの店美味しくないんだなって。うん。百歩譲っててか、その流行ってないことをもう自ら証明してるじゃん。私こういうものですっつって名刺にさ、流行ってない店の店長でございますって書いてあるもんじゃん。 そこは我慢しよう。気持ちはわかる。うわぁ、客来たー俺の書いた看板、黒板のメニューに興味持ってる。うわーめっちゃ入ってましい客全然来ない。今月やべえ。つって、そこで、でもその気持ちを抑えて、ダンディーな男を装って、外に出てくるけども、それは、入らんって、それやられたら。逃げるよ。どんなに苦しくてもそこは我慢して、 で、もう構えてなきゃ店の中で。うん。だから俺は接客っていうのは、あの、まあ、いるよ。話したがりの人も。雀荘とかにも話したがりの人いたけど、話したがりなのかなどうかなっていうのを、かなり慎重に確認してから話しかけす。この人はもう雀荘にコミュニケーション取りに来てんだな。っていうのが分かってから話しかける。 でもさ、データが出てるんだよって。まあ、そうなんだよね。そうなんだけどさ。うんまあでも俺はそうだね。だから、あのー、汗んなって言いたいそう。接客業全般に言いたいのは、汗んなって。話しかけてもいいけど、早え 早すぎる。話しかけてくるまでが。あと、疲れるから。話す、人と話すって疲れるからさ、楽しくないと、すげえ疲れるのよ。楽しければ時間を忘れるほど素晴らしいツールだけど、会話って。つまんねえ時の会話、マジ苦痛だから。もういいよもうワインの話もういいよっていう。興味ないから、ワインに。 っていう感じだからまあ。だから話しかけるんだったら、せめて、あの、楽しい会話とは何かとか、ね。その人の喜びそうな話題をさ検索する能力が高いとかさ、そういう努力をしてから話しかけてほしい。そう。です。ですわ。 ちょっと。いや、俺これ結構ね、嫌なことだったから、ちょっとついつい興奮しちゃったけど。うん。えぇ。あ、でね、そう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 。ちょっと関係ないんですけど、えっと、この間まあこれラジオしか見てない人だとわかんないと思うんだけど、あの、 大海原悟を俺が書いたんですよ。大海原悟わかるかな大海原悟を書いたら、それを見て、あの、聖書と言いますか、こんなんどうですかみたいなのを書いてきてくれた人がいたんで、それをちょっと、あの、見てもらおうかなと思います。あのね、2枚来ました。1人は、えー、っと、うん 一人はね、えー、っと、何さんだったかなこれを見てる人なんだよな。葉山さんっつったかなすごい上手な。イラストの仕事してる人らしくて。うん。あめっちゃ上手だな、っていう。そうそう。じゃあ最初その、えー、どっちだろうこっちかなピコ。これ。あれ 見えるそうそうめっちゃうまいめちゃくちゃうまいんですよ元絵元絵はね ちょっっと待ってね元絵がね、元絵どれだっけな元絵はね、こっちなんだけど、ちょっと待ってね。今見える今見えるかなちょっと待ってね。元絵、元絵はですね、 えーちょっと待ってねえーとこれですねこれが大船原悟です これかなり強そうでしょ。お前なんで掲げやってるんっていう。はい。これ。まあ一応これが、あの、葉山さんに聖書していただいて。はい。こいつには勝っちゃダメだよな、対戦で。でですね。ちょっと待ってくださいね。 これで、もう一個くらえてきたんですよ。もう一個くらえてきて、それがこちらですね。この人もすごい上手なんだけど、これね。どっちかっつうと、まあ、もう原型に近いのはこっちかなっていう。この人もめっちゃ上手だよね。 でねこの人の、あの、面白かったのが、あ、ラーメンがあるかこれ今気づいたラーメンがあるやんあの、えー、っとですね。え、これ、大海原ですよ。大海原悟です。えー、っと、どれだっけなーこの方のですね、 メッセージが、メッセージも送られてきたんだけど、あれメッセージどこだ、どこやって見るのかなはい、えっとですね。この方は何さんだ、これ。まあいいや、えっと、梅原さんの絵を見て、もし漫画になったらというワンシーンを描いてみました。え大してうまくないですが、結構忠実ではないかと思います。 イラストは公開するなり、色塗りするなり、好きに扱ってもらって構いません。これからも面白い配信楽しみにしてます。え、文字雑、お字雑が好きですと。で、え、大船原一問の設定は私も好きで、勝手に想像して楽しんでいます。え、これがね、俺すごい気に入ったんですよ。この後のこの人のね、設定が。あの、私の中では、主こと、大地主チュンヤ。 <laughs> もう一回言いましょうか。私の中では、主こと、大地主チュンヤという、中国マフィアの格ゲーマーがいることになっています。これ、相当いいなと思って、大地主チュンヤ。<laughs> ね。中国マフィアらしいんですけど。はい、で、必殺技は、ポイポイという対戦相手の顔にゴミをぶつける技ですっていう <laughs>。 王子主チュンヤーは相当っていうかなんで中国マフィアなんだよって話なんだけどこれかなりいいっすよこの設定かなりいいっすよ主うんうな主ですだうな主この時代はうな主の時代なんですようん そうなぬし。<laughs> これかなりいいっすよね。ぬしこと、大じるしちゅんは、相当いいですよ。大じるしちゅんや。大じるしちゅんは、相当好きですね。私は。あ、ぬしさん。大ぬしさん。うん。これはかなりいいですね。ちょっと、あのー、また時間があるときに、あのー、まあ、大なばらね。 あの悟、ー、はちょっと僕書いたんで、ちょっと王子のシチュンヤもイメージ絵を書いてみようかなとは思ってますけど、はい。王子のシチュンヤさん。これ漫画にしてえな漫画にしてえなうなぬし <laughs> いいね。これ原案があって絵を描くって。 な楽しいね。やっぱ原案募集するといいかもしんないね。大泉市長にはかなりいいっすよ。大海原悟にね、あの引けを取らない。いい設定。うん。かなりいい設定ですよ。はい。というわけで、まあ、こういう2つの絵を送っていただいて、いや、めっちゃ2人とも上手で、嬉しいですね、これはね。うん。ちょっとこの、えー、っと、葉山さんの方は、ちょっと折笠、折笠さん入ってるよね、これね。折笠さん入ってる。 この右のは、ジョイン、ジョビン入ってるかなま <laughs> あいや、あ、結婚の足に乗せるっ <laughs> てかさ、さ、そのさ、大地主チュンヤのさ、その必殺技さ、もう何十個も考えれそうで、それがいいんだよな、ワクワクして,て <laughs> ごめんごめん、ちょっと脱線しましたけど、すいません。はい。ちょっと脱線しちゃいましたけどラ、ラジオなのに、すいません <laughs>。まあ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 、これかなり好きですね。はい。というわけで。 じゃ、最後にもう一回、あの、俺の絵を。はい。これが原画です。これが原画になっております。あの、このクオリティで、王子のシチューンを描こうと思います。 俺はいいよが怖すぎるよね。<laughs> 主さん、主さんのね、あの、裏瀬ってど、どしどし応募してください。名前は王子のシチュンやでいきましょう。のし王子主チュンやでいきましょう。主さんの裏瀬って、どんどん募集してます。必殺だとかも、ぽいぽい以外の必殺だとかも募集してるんで。はい。じゃあ、まあ、そんな感じ。ラジオに戻ります。 えー、よいしょはいえー、っていう感じですかね時間的にはちょうどいいのかななんかありますかね翔平さんはい そうですね、まあ、コメント、あのー、ずっと拝見させていただいてたんですけども、はいあのー、ちょっと気になって僕も聞きたいなと思ったんですけど、うん、あの学童でけん玉とかやりましたかっていう質問があって。ああ、けん玉やりましたね、けん玉とか。あやったんですか。ああ、ちょっとですけど、えー、はいな。なんで、なんで,ですかのすい,ややいや、僕、全く接点がなかったので、うん、簡単な載せるのもできないんですよ。あそうなんですか。 あでも下手ですよどれぐらいできるものなんですか、子でものときは。ああ、でも全然,全然あの、あれです、横に乗っけるのと後ろ、血に乗っで刺すのはなんかあんまりできないぐらいのレベルですよ、<ー>子供なんで。けすねあとはあの雨の日の話で、はい、あの雨の日にそのちょっとテンション上がるっていうのは分かるんですけど、台風もテンション上がりますかと。 台風は嫌ですね。いや、嫌なんですか。はい。台風はね、あんまり好きじゃないです。これ、あの、大阪なんですけど、はい、大阪ってまあ、台風でそんなに被害が出ないんですよ。大阪市内って。あ、そうなんですか。はははそうなんですよ。なので、もう、学校が休みになるだけのボーナスステージなんで。なるほど。あ好きあ<の>、好きになるってことなんですね。そうみんなテンション上がるもんでしたね。なんか台風は<ー>。やったみたいな。なるほど。 来るぞみたいな、もう、いまだにそれを引きずってる感じですね。台風来たら、未だに、<laughs> なんかな、なんか休みになるんじゃないか、みたいな。もう、早起きして、ニュース見て、5時、6時ぐらいから来てる、来てる、みたいなのをやっちゃうぐらい、テンション上がっちゃいますね。あ,あとは、そうですね、あの、まあ、ちょっと、あの、接客の、あの、読み合いがシビアだなっていう、あの、間違いの精神だなっていうのが、 ちょっとツボに分ました、ね。ああ、その。話しかけない。ああ、俺はそうですね。なんか、その、話しかけるっていう行為は、相手にとって何のデメリットもないって思ってる可能性があるんですよ。はい、はい。はい、でも疲れるんですよ。話をあい、あいその、話をするって。そうですよね。そう、だからそう。特に面白くないと。そうそう、面白くないとね。だからそれを、まあ、知ってほしかったなっていう。 なんか関西まあ、こっち来て思うのは、やっぱ関西の方が、やっぱり喋らないといけないオーラで来るんですよ。すごい。もう喋る量も多いみたいな。はい、それ感じないですか大阪とか行った時に。なんか、やたらと店員喋りかけてくるな。ああ<ー>。慣れ慣れしいなとか。ああ、でもなんかそれはね、あのー、はい、そんなに嫌じゃないですね。なるほど。はい。その、空気読んでない感じがやっぱダメですかね。うん、なんかその、まあ、 強引な手法があんまり好きじゃないんで何事も。なるほど。はい。わかりました。ちょっと気になったコメントとしてはこんなところが。なるほど。とことで、ちょっとエンディングの方に行かせていただければと。どうですかあのラジオも2回目なんですけど、一人喋りが。はい。もう、なんか慣れた感じに。うん、まあ、1時間くらいだったらいけそうですね。まあ、今回は、あのー、はい、まあ事前の準備もあったっていうのと、あと、このイラスト。 はい、ラスト部分で結構あの時間を使えたっていうのもあったしあとはオープニングの、はい、あのなんだあのまあトパントパンかじゃないや c p t があったんで、はいまあ、それで結構話がつながつなげれたのが楽だった要因かなって気がしますねいや応じ主チュンヤンが全部持って行きました応じ主チュンヤン相当好きですね 設定募集中なので皆さんどうしどうし。はい。あ予習設定は。今日めっちゃあれですよねっていうかこのななんて読むのかギフトとかギフト今日やばいっすよ、はい。飛び交ってますねありがとうございます。すごいありがとうございます。で来週のメールテーマなんですが、はい、はい。はい。はい。 ああえっと<何>あれですね。サスペンスの話かなあ。サスペンスの話ですね、はいはい。サスペンスな話になります。えー、宛先は第5ドットカードとミンス tv@gmail.com まで、えー、メールテーマとあと番組のご意見、ご感想、普通オーダーを応募してますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ、サスペンスなことですよね。サスペンスなことを。

まあ今日あ今日はちょっとあの前の日飲みすぎてちょっとし<あ>指導が遅れたんですけど、まあ明日からまた月曜、はい、昨日飲んだんですよ、日昨日あ飲みましたねああ日曜日も飲まれたときの配信でおっしゃったん、ね、あちょっとすみません、あの一応まあしび、しび、し,し決まったんでそ,れそうですよねちょ,ち,ょちょっと多めに飲んじゃいましたね僕も日曜日ちょっと飲んじゃいましたそうですねテンション上がって、はい、いいっすよね でまあ、本当に、はい、今日から本当は通常運転のつもりだったんですけど、はい明日から通常運転に戻していこうかなと思いま,す、はい、またあのいつもミルダジ配信をぜひ皆さんご覧ください。ました